見れば見るほどです。はい。さあ、いろんなことがあるようでありますけれどもね、はい、まあ、このアベノミクスの影響で、こういうことになって、はい、政治というのは大変大事なものであるということを改めて感じるわけですが、田原氏の友和さんからいただいておりますけれども、野党が一つにまとまる、川口より子氏解任へというようなことで、また政治の話にお便りが集まっておりますね。はい、自民党の川口より子参議院環境、委員長が日本での会議をすっぽかしたことが、問題となっております。順風満帆だった安倍政権にもついにほころびが出ましたですね。それにしてもこういう時だけは野党は一つになるんですね。名前は順風の順子、より子と、より子な順風の順の順 で、はい、でも落とし穴があったんですねと、まあ、こういうことです。田中信さんからもいただいておりますけれども、何をやってるんですか。一国の代表が民主党など野党、7党は7日午後、自民党の川口より子参議院環境委員長が国会の許可なく中国訪問を、延長して委員会中止になったとして、川口氏の解任決議案を参議院本会議で採決される見通しであると。で、川口氏は自ら辞任しない限り可決される公算は大きいということらしいですね。ということで、あらら、この安倍。どっちにしても やめるいうことですかね、安倍政権にね、汚点ですね。今やアベノミクスと言われる、政権、ね、こう、うなぎ登りという感じがね、いたしますけれども、はい、何をやらかしてんでしょうかね、ということです。うん。魚政商店車両部さん。まあ、いきさつをざっくり言いますとですね、はい、中国側がコンタクトを取ってきて、元外相の楊潔チ氏という、潔チ氏、潔チ氏、はい、という、まあ、中国の人ですよね、はい、との会談ができるかもということで、滞在延長と欠席の旨を議会に伝え、了承をもらおうと思ったら野党理事が承知しなかったというこういう話、はい、口では冷え切った日中関係の一刻も早い修復をと言っている野党が、突然都合がついた中国政府要人との会談を優先して参議院の委員会を欠席せざるを得なかった川口氏を国会を舐めてるとか言って解任させようとするのは、すでに国政に携わる国会議員としての資質が欠落しているとしか言いようがない。今までの論調とはちょっと変わってきましたね。うん、いかえないか川口様というご意見がちょっと前半ありました。はい、その理由をこう蓋開けて聞いてみたら、うん、それ責めてる野党の方がいかんのやないのというご意見もあるということですね。川口さんはもうやめるべきやという意見もあれば、この方のように、うん、それを責める国会議員としての資質が欠落していると思う、うん、もう評価が真っ二つですね、うん、こういったアホなことばかり言ったりやったりしている民主党とか社民党とかみんなの党とか共産党とかというのには、国政に関わり日本の国益についてうんぬんする資格はないと思いますと、まだ厳しい口調ですよね。花坂親父さんからいただいておりますけれども、確かに許可を得ずに委員会を欠席した川口委員長にも非があります。しかし日頃から中国との関係改善を声高に言う野党が、中国要人との会談のために滞在延長の申し出を許可せず解任までさせるとは、中国とのパイプを断ち切る行為ではありませんか。一切国益を考えず何が何でも足を引っ張るやり方はもううんざりですという、ここに来てちょっと工場頼りも増えてきておりますね。はい、はい、坪井食堂小高支店さんからもいただいております。川口委員長は中国にいる状態で、状況で、滞在の延長のため国会の承認を得るのは難しいですよね。遊びに行ったわけでもなく国益のために行っているわけで、それを責任を問う野党はいかがなものだとかと思います。せめて抗議だけにする柔軟さを見せるべきですねと、あかんことはあかんということで、うん、こうやめさせてうんぬんというとこまで行くほどの理由だろうかという、ということ怒られないかんことは怒られないかん、はいはい、けれども道理としてはそれは規則をね、はい、こうたがえたわけですからね、はい、うん、というようなお便り A69 助さんからも、この方もね、ちなみに衆参両院事務局によると国会の委員長に対する
解任決議案が可決された例はないということですと今まではないんですかことらしいんですけどもね、うんうんうん、というようなことがまあ起こりましたですが、まあ皆さん方どうでしょうかね、はい、まさに昨今中国との関係、うん、大事なことでありますしね、細かいそのね、うん、あのやり取りのいきさつみたいなものがこうはっきり見えないので、うん、どっちがどうだっていうのはなかなかこれだけ聞いただけではね、うん、わからないですけれども、はい、で日本もまあこういう形でこう示していくと、うん、気持ちをね、はい、だから中国の方もまあ、この間中国もね、この間うちからその環境問題に関しては、はい、あのなかなかジレンマみたいなのがあって、うん、空気が汚れてる、このね空気に対するあの公害に対する日本の技術の相当いいものらしいですね、はい、今まで日本が辿ってきた道ということでありますから、うん、もう中国にしてはもうこれは喉から手が出るほど欲しいその技術であるということで、でもあんまり日本って頼ると今まで散々日本なんかと言ってきた、うん、そういうような状況とちょっとこう矛盾が生まれてくるということで、はい、そこはなんとかしたいけれども、うん、あまり近寄るとあかんなとかね、はい、いうことがあって、あのちょっと2番手をこういうところに出してきたりとか、うん、その辺のジレンマのね、はい、ところがちらほら見えるようありますから、あのその会談したいから延長してくれっていう申し出をした時、うん、野党側がこれ理解をしなかったっていうところ、その行き先どこが理解できなかったのかとか、なんかすっとこう許可できなかったのかって、その辺のところのやり取りがちょっとわからないので、はい、うん、どっちがいいかなっていうのはなかなか難しいですね、はい、うん、まあそれであのこういうのも、まあ、あの聞きかじりですけれども、うん、まあ、委員長というのがいてね、それでいろいろこう話し合いをしていくらしいんですけど、はい、うん、委員会は、うん、はい、委員会はね、なんかある方が言うと、なんかあんまりそうおってもおらんでもええ言う人も、今日ずっと朝ニュース見てましたら言ってましたですよ、途中であのすっと消えて、で副委員長がまあ代わりにこうやって座って、とこに行って、まあ、ね、委員会はこう進行していくいうようなことで、はい、委員長がいなくては一体どういうことになるんだ、国会はこれは軽視だと思うとかって言う割には、今までもまあいてもいなくてもいいと、あんまり言うと今度川口さんの立場が、わしはそんな軽い立場かいって怒られそうになりますけどね、はい、はい、こうね、そんなこともないと思います、やっぱりいないと困るからっていうことはあるとは思うんですけどね、はいはいはい、どうでしょうね、ということでございました、ね、はい。